あ、もうこれ喋れるんですか？はい。あ。いや、だからそういう、正常な精神とか自分の意思でやってないことの方が多いとか言ってましたね。っていう話がありますね。うん。そういう発信してる人がですけど、そういう目に見えない世界のこと。うん。本当いろ人いを辞めろたり、あるん自だ分ろでっていう人は、うね。自分の意思じゃないっていうことの方が多いって言ってました。うん。でも、だからなんていうかな、別に、その人が、すごい落ち込んでるから、そういうことになるかっていうと、そういうわけでもないみたいな感じだし。うん。なんかでリンクしちゃう。なんかそこの、なっちゃうんだよね。なんか立て波長がが、ね、あっちゃう。あってしまって、波動というか、まあ、本当に明るく生きてる人は ならないって、そこに合わないんだろうけど、そこのチャンネルには。うん。もう会っちゃったら、なんかその、別に、あれらしいんです。本当にすごい苦しくて、必死に生きようとしてる人は、そういうことにならないって言ってたね。で、本当に苦しい人はならないみたいなんだよね。僕も今日あったもんね、怪奇現象が、家で。なんか、オレンジ色の服の人が訪ねてきてて、あれ？と思って、誰だろうと思って。んで、この人は、電気会社の人だったんだけど、結局。でもおかしいなと思って。今日来る予定じゃなかったんだよ。あれ？と思って、もう一回問い合わせしたら、電気会社に。僕が今日8月6日を16日にしたんだけど、その電話、受付はしてあったじゃんね。以前から。でも現場に届いてなくて、そのオレンジの作業員は来ちゃったんだよ。なんでやねんと思っあ、て。そういう小話ですか。ああ、これもわかりました。なんかあったんじゃないかなと思ってね、そういう影響が。あるか。ないと思いなますいけか、ど。そこまではないああ、か。はばそういう物理そっ的なか。ね、こともあるし、なるほど。まあ、ちょっとその話、で、今、それはそうなんですけど、それよりショックだったのは、今日ニューエックスにその指摘を、自分のやつをガチで指摘されたのが結構ショックだったけど。でも自覚がなかったんですよね、やっぱり僕が言ったことに。でも、今ちょっと交渉してることで、ストップしてることはある。いくつか。僕なんでこれをあえて人に、僕絶対人に面向かって言わないから、こういうことを。ってことで、よっぽどセンサーのその状況がまずかったんで、ああ、そっか。これはまずいなと思って、あえて警告で言ったんだよね、これは。このままで、この調子で行くと多分やっていけないだろうってことで。ああ、そっか。なんでかっていうと、もうみんなそうなってきちゃってるから、僕の、アーティストは、ちょっとね、分かってきちゃって、そういう人の、やり方がうまくいく人といかない人の。そっか。ちょっとね、今、いろいろ仕事の、まあ、一件はまあ、仕事に関係ないけど、一件、仕事場やで、ちょっと話があったんだけど、それは、自分の兄も一緒に連れてきて、話し合い、ちょっとしたんだけど、ちょっと折り合わずに、まあ、平行線というか、まあ、になってるんだけど、なんかもうちょっとこういう、なんか、代替案というか、ないのかなっていうふうに思ってる件はあるんですよ。というのは、ちょっと、向こうの言ってることは結構無理があることを言ってはいるので、兄もそれちょっと無理やろとは言うことで、
ストップしてるんだけど、うんうん、で俺が例えばこう、まあ、その会社の人じゃなくて、うん、兄の方に、うん、例えばこういうやり方もないかって言うんだけど、うん、いやそれはいや無理やでって、うん、もう受け付けてくれないからなんですよね、うんうん、本当にその交渉ってね、シビアだから、うん、毎回うまくいかれてないんで、僕だって当然。うんうんうん、ただ、センスさんの、その、喋り方とか見てると、うん、失敗率上がっちゃうなっていうことで言ったの。ああ、うん、なるほど。そんな 100% うまくいかないよ、交渉って本当に。うん、失敗の方が多いんだけど、うん、その成功の数が減ってっちゃうから、うん、ちょっとここは言っといた方がセンスさんのためかなと思って、あえて言ったっていうかね、うん、そこは、うん、そうなんか、うん、就職の打算、うん、あの打診があって、うん、まあまあ要は向こうとしてはベストが就職なわけ、うん、で例えば、うん、今やってる仕事あるよね俺の、うん、自営で、うん、でも自営の仕事も俺が就職した上で、うん、こっちの要は、会社でやりますよと、その仕事を、うん。みたいな、ことも言ってくれてるんだけど、うん、ちょっとそれは、今のやってる、その自営でやってる仕事の取引先が、との、ことで、うん、兄は、その、何、ちょっと取引先にはその話は一切するなと、うん、いうことになってて、要は、印象が悪くなると。うんってことで、ちょっとストップしてるんですよ。うん。うん。そうそうそう。で、両方はできないから、うん、体一つだから、うん、一つだ。だからまあ、うん。で、お金的にも、その、就職することでいいのか悪いのかっていうのもあるし、うん。うん、一般企業なら多分下がると思うんだよね。要は、後々は上がってくると思うんだけど、うん、今、一瞬はきついと思うんですよ、多分。うん。まあ、ちょっとそういうことで。ああ、いろいろあるんですね、今はね、うん。うん。でも、兄からはちょっと難しいんじゃないみたいな感じで、やって、うん。でもなんか、やんねえんかなと思って、いろいろ、兄には話し、こういうやり方はどうかっていうのは、うん、案は出してんだけど、そんなの無理やろ、みたいな感じで。うん。うん、そうそうそう、うん。一旦、今の取引先の会社にそれも話して、うん、とか。で、取引先の人に、要は、なんか、動いてもらうというか、要は、なんていうかな。要は、今、私は掃除の仕事してますよね。うん、で、向こうが、就職先のところが、就職先で就職したいんで、まあ、するとして、言ってくださってるのは、そういうまとめる役ね。要は中間管理職ですよ。要は、大中をまとめる役で、うん、要は、クレームがあったりとかしたら対応するとか、うん。うん。要は指示を出す方をやってくれって言われてて、うん。で、今の仕事もあるし、うん、で、今の仕事を全部なしにして、その就職するのか、まあ、例えば、外注っていう形で、ちょっとずつ仕事を、そっちの仕事もするとか、福島の今の仕事をセーブしてとか、うん、まあ、いろいろ考えたんだけど、うん。ちょっと難しいんだよね。うん、結構頭がこんがらがっちゃう話で、うん。そうそうそう。なるほど。うん。で、俺は、今の取引先の話をして、うん、で、向こうでなんかうまくなんていうの、まとめてもらって、うん、要は、
今の取引先の会社で、その仕事を請け負ったらどうかなって。うん、逆に。その、俺が言われてる仕事を、みたいなことも話したんだけど、誰がやるねんみたいな、兄的には言ってて。で、まあ、まだちょっとその話はもうできてない。まあ、ここでストップして、その話はしちゃダメだって言って、言われてるんで、出ないんですけど、まあ今ここでしちゃってますけど、まあまあ、はい。そか、まあ、まあそういうなんか、やってるんですよね。なるほど。どうしようかなと思って、うん。まあ確かにお金は欲しい。